途中ちょっとパニックになった部分、そういうところがありました。4月からの練習で、ずっと取り組んできたことなので、チーム全員まあ立ち戻る場所、ヤマハスタイルそのセットプレーですね、スクラムモールっていう立ち直れる場所があったので、まあそこまで深刻なパニックではなかったし、まあすぐ立ち直れた、そういう試合でした。勝因はやっぱりまあスクラムモールでしっかり、スコアにつなげれたことかなと思います。ファーストスクラムのクラウチバインドの時点でもういけるっていうすごいいい感触がもうファーストスクラムからつかめてたので、こういう結果につながったんじゃないかなと思います。素直にすごい嬉しかったです。もう入場した時にすごい青い、皆さんの、何ですかサックスブルーがすごい目に入ったので、試合始まる前から、やってやるぞっていうすごいいい気持ちになりましたし、まあ、本当に満員の中で勝てたこと、プライドを見せたことが一番僕たちにとっては嬉しいです。